イキックとこのメガで覚えたわけですけれども、回避は低いやつか。うわー、イエーイ。はい、ねちょっとね、今これ1歳11ヶ月で、今もうここの日付ではもう大晦日なんですけども、このゲームの中の日付ではもう大体もうこれでね、もう C 公式戦はいけるわけですよ。もう十分んで、パラメーター的にはね、いけるわけですよ。んで、とりあえずこのハイキックとこのメガレ覚えたわけですけれども、まあ、いよいよ使い込みましてね、覚えました。さてで、今週この C グレード公式戦があるわけでございますけれども、さっきセーブはしたので、この C グレード公式戦で蹴りとメガレーを使い込む、そういった感じでいきましょう。使い込んでなおかつ優勝もする、そんな感じの、まあ7試合あるからね、いけるでしょ、レックね。ペッペペッペペーペッペ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 ペペペペー。まずはおっと、あいたー、ゆるるさん、あ、よし、もうちょっとダメよ、どっし、ふぅ、いてぇなぁ、トレス当たった、そこ力だ、ピエン、そこ力強えなぁ、ピエン、蹴れへんかった、まあ、とりあえず3回使ったわね、うっふぅ、とりあえず使った数メモしとこう、よいしょ、蹴りはまだ使えてないわ、しかしね、メガレイまで行って、ギガレイまで行ったとしてもよ、ギガレイまで行ったとしても、フレームと威力トントンっていうね、熱っ、ゆるるさん、もうちょいダメだから、威力トントンか、ザンバも硬いからな、入れ、どっ、当たった、もうちょっとダメよ、トレス熱っ、一回蹴っちゃおうか、うぅ、よし、蹴りも一回使った、オッケー、まあ、とりあえず勝ったわね。でもハイキック50回は辛いよね、まあ最初からミーアにしとけって話じゃねえけども、やっぱり霞がいいからね、うん、
まあ、名前あやねだけども、私あやね派だから。おいしょ。しかしこの試合落とせんぞ。メガレイで行くか、それとも蹴っちゃうか。ああ、いったいったいった。とりあえず2回使ったわね。はいだ。まあ、これでライフ差で負けることはまずなくなったけども。ガッツダウンした。3回。出せなかったー。オッケーオッケー。3回と1回。メガネの使い込み時間かかるね。で、レイみたいにシャーっていうやつじゃないからね。でも6外側は近づいちゃいかんしなー。6ガイガーに接近戦挑むのは自殺行為だしな。意外と当ててくるもんな、6ガイガーも。うぅ、怖い怖い。うぅ、怖い怖い。とりあえず今蹴り2発当てただけやけども、よっしょ。3発。おい、避けおったれ。うぅ、怖い怖い。くらえ。よし、ほとんど蹴りやからな今の。6ガイガーに接近戦でバシバシ行くって、我ながら危険なことはやったものよ。あんまり使い込めてないけれども、まあいいや。うぅ、わあ。いいね、許さん。はあ、ふん、よいしょちょい、ほいほい。ニコルはメガレーよりもキックの方が当たりやすいだろうな。
命中のレベルは一緒か。あおう。とりあえずニャーニャー食らわんかったら大丈夫や。いれっ。うぅ。うぅ。当たった。よし、まあ、あとは蹴りでいこう。はいだ。ふん。クリティカル出たで。ほいほいほい。どうしようかな、蹴りの方でいこうかな、メガレーでいこうかな。よいしょ。能力的には察して変わらないんだよな。まあ、全体的に、なんか能力の比率があんまり変わんないんだよな。おっと、これは、だいぶ不利だぞ。初手外したらだいぶ不利だぞ。間。初手外したのはだいぶ不利だな。2回目。あとは蹴りでいけるかね。うぅピエー。この技にお世話になったな、スエゾを育てた時は。ピエー。ふざけんなこの野郎。蹴っちゃろ。あらー、逆転された。今そこにから出ても意味なーい。まあでもこれ優勝やね。ほい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 、オッケー。そうだもんね。で、蹴ったら目直撃するもんね。そりゃ必死こいて避けるわな。まあとりあえず優勝はしました。まあ技も取れそうに使い込めたわね。よし。おー、ライフも成長した。オッケーオッケーオッケー。よいしょ。さて、2歳になったわけだけど、何を重点的に鍛えましょうかね。やり方でも歌っちゃうよ。がんばれ。もっともっと上を目指そう。よいしょ。劇みたいだね。シリウス配下総当たり戦。どうしようかな。
どうしようかな。オイリーでなんか鍛えるかな。丈夫さのレベルを上げる？それとも、まあでもあのこのステータスで B も B の大会でいけるのかどうかっていうのはあるけれども、まあいけんことはないのよね。よいしょ。いやジャンヌ適正でよかったわ。よいしょ、元気だよ。さてこれでまあ総当たりやからね、それなりに使えるやろうと思うけども、シルス入って誰出たっけな。シルス心身と競技場の前に藤沢の2北国の雪の中、いよいよシルス愛が開かれます。誰が出たっけな。あー一応あれか、回避は低いやつか。まあ、パラメーター的にはねいけんことはない。ただ若干こっちが弱いだけ。いれ、おう。ふん。けっちゃろ。72を余裕ったらこいつ。はいだー。ふん。3。これ当たったらでかいんだよな。よいしょ、逆上しよった。よし、よし、それなりに使い込めたね。まあ、ピラトーもデューレスも攻撃は当たりやすいからまあいけるでしょう。まあ、メガネ一回使っとこう。それでも66か、硬いね。よし、ためよう。あお、時間稼ぎ技や。ピン。3枚蹴る。よし、よし、あとは蹴りや。うわー、やっぱそこにからのパワー強えなー。底力は強いな、やっぱり。まあでもメガレーは3回使ったわ。まあ別に今回の目的は優勝ではない。別に優勝はできなくてもいい。ピラトー全部蹴りでいっとろうかな。入れ。
チリ。硬いな、やっぱり。とりあえず3回当てましたと。我慢。オッケー。あ、いけた。うぅよいしょ。ロベニールが勝てば決定戦。おっと、どうですか。まあ別にね、優勝はできなくてもいいので。主目的はあくまで技の使い込みなのでね。別に優勝はできなくても。避けおったでもな。回避25が避けんじゃない。回避25が避けんじゃないわよ、まったく。ピエン音波だ。かわらわり。はいだ。うるさん。うぅ、81をよけんな、お前。うぅ、今そこ力出ても意味ないからな。うん、別に優勝はできんでもいい。まあでもこれでね、 B グレードもね、一応いけるということは分かったのね。うぅ、お、女王様上がった。あー、ちょっと疲れてるね。とりあえず大入りを、オイルをやって軽トレ2回にしましょう。今月はちょっとバーゲンしてるからね。よいしょ、バーゲンしてるから買いましょう。カビソーのバリアメも1個で、あとは買えるだけオイルを買っておきましょう。3つまでか。なんか売れねえかな。売れるもんねえな。てか鞘売れんのかい。今お入りあげたわよね。あげたわね。うん、お入り、お入りあげたわよね。さて何をあげようかな。まあ、とりあえず命中あげましょうかね。OK。 結構上がるね。やっぱ適正 B やから。あら、 B
どうやら揚げ忘れてたようじゃな。あ、揚げてたのか。揚げてたけどあれか。それならしょうがない。休んで重トレにしよう。女子のガリガリは見てられんからね。ねえ、急ぐ。OK。 さて、3月の公式戦に出ましょうかね。やっ、こんにちは。ちょっと今はパラメータが足りん。パラメータが足りんしな。大きな足跡。ただこれはノーじゃ。とりあえずだ。まあ、とりあえずローテーションしまして、ほんでよいしょ、モンスターでエタで、よしよっしゃ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 。何をあげましょうかね。あー、とりあえず命中と回避をあげましょうかね。おっと、ジョーブさんのレベル下がっちった。ジョーブさんのレベル下がっちった。ジョーブさんのレベル下がっちった。ほんとな、ちょっと丸太で上げとこう。うん、でこれオイリーで、よいしょ、ほんで回避だ。うん、よいしょ、オッケー。もう賢さレベル上がったね。オッケーオッケー。んーで、この種にカビソを与えましてやね。ストレス管理はしっかり。あ、ここつ、あ、ここ行ってもよかったね。まあでも公式戦で使い込みましょう。とりあえずだ。
軽トレーニングは、命中にしましょう。ほい、おっと、修行って高いんだよね。まあちょっとタイミングが悪い時に修行来ましたけれども、今回はここで終わりましょう。はい、それでは皆さん、ブルギョス、次回で続きます。